奴らをまとめているのはあいつか。奴らだな。ごめん。私、足手まといになってるかな。兄、一人で突っ走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。この班、怖いな。刃が使えなくなる前に完走しろよ。中間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。おいエレン、同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。だっ頼む。任せた。やります。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。じゃあここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。やってやれ。最後まで頑張りましょう。マルコ頼む。なあミカサマ兄もすごい。よし、ここから巻き返すぞ。けど、まずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘では、あそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。じゃあ
ここで失敗しといてよかっただろ。拠点はここだ。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。ああ、その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ。不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。また小人に突っ走られたら俺たちは教官に。悪かったよ、もう死ねえって。よし、これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。遅いぞ、貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。も、実力だし、もっと力を合わせれば。なんだ、ミカサの方にその気があれば。その気があれば。兄の方にその気があれば。その、とにかく、頑張ろうか。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。俺は殺って。お前はなんで兵士になろうと思う。あそこにいたのか。だから君は訓練兵を目指したんだね。ご両親の仇を討つと。そう。